こんにちは。こんにちは。クレイです。はい。今日は、はい。多分皆さん待たれてた方もいらっしゃると思います。はい、トリココムデギャルソンの最後のデリバリーですね。春夏最後のデリバリーがやっと届いてまいりましたので、そちらのアイテムを紹介していこうと思います。今回は、ちょっとまあ型数が実は2つという、うん、ちょっとすごく少なくて、なので今回はちょっとランウェイはしておりません。はい、すいません。はい、ちょっとランウェイできない感じだったので、はい。はい、その代わり今日は、新作と、まあ、最初に新作をご紹介して、うん、その後に私たち、まあ、2人のスタッフが、まあ、個人的に好きなアイテムを3つピックアップしまして、うん、そのアイテムを使ったちょっとコーディネートをご紹介していこうと思います。うん、ぜひ最後までご覧ください。はい。ではまず新作。ちょっと今日こんな感じの空間で、ここの空間で、はい、でお届けしていきたいと思います。はい。まず今回の新作が、まず私が着ているこの T シャツ、うん、そしてエミさんが着ているパンツ、はい、こちらの2つです。はいはい、じゃまず私の T シャツからご紹介いたします。うん、こちらは表面がレースになった、うんうんうん、はい、こんな感じです。前側は花柄のレースになっています。うんうんうん、はい、で後ろが T シャツ、はい、T シャツ生地、うん、かわいい。こういう感じで切り替わってる、うん、まあ、T シャツですね。うんうん、はい。です。で、この着た時に、うん、この肌を通した時のこの透け具合がすごい絶妙で、うん、めちゃくちゃここら辺綺麗になんか見えるなっていうのをすごく感じました。うんうんうん、はい、で、こっちはちょっときなり色の、暖かいホワイトなんですけど、まあ、こういう後ろは真っ白、うん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 、またそういう同じ白でもちょっとこう変化がついてるっていうのが面白いなと。こういう首の、うん、はい、ここですね、うん、ここも真っ白の後ろと同じ T シャツ地になってます、うん、なんか1枚で本当に可愛い T シャツです、うんうん、なんか決してスッケスケではなくって、あ、そうなんですよ、うんうん、そこまでスケスケじゃないです、うん、本当に絶妙にその見えるバランスが綺麗ですよね、うん、綺麗、めっちゃ綺麗です、はい、そうですね、今タンクトップを下に着てますけど、こういう感じですね、うん、はい、まあ、袖とかはちょっと、うん、肌が見える感じ、うん、絶妙、絶妙、たやさんめっちゃ似合う、あ、ありがとうございますはい、で、まあ、サイズは M サイズのみうちは入荷してます、うん、で色もこの白だけですね、うん、はい、まあ、M サイズなんですけど、まあ、比較的ちょっと、まあ、ゆったり気味ですかね、うん、でもここら辺はちょっと後ろはまあ T シャツなんですけど、うんうんうん、まあ、こっちがレースなのであんまりこう伸びるっていう感じではないです、うん、でも着やすい、すごい素敵な T シャツです、うん、はい、こんな1個で様になる T シャツ1個で様になりますねたまらない、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私の履いてるこのパンツから、これも実は刺繍になっているパンツで、エステルタフタの演舞刺繍メンブロードパンツっていうちょっと名前長い名前なんですけど、はい、これも見てもらうと、実はエステルタフタなのでかなり艶やかな生地感になっていて、でこれもこうやって刺繍なので中が透けるようになっているんですけど、裏地がきちんとついているので、うん、こう中の足が透けるようなことはなくて、1枚で履けます。でウエストは紐なんですよ。でかなり余剰があります。最大にすると多分これぐらいビヨーンって伸びて、ゴムとかではなくて紐でギュッとしっかり縛って履くパンツなので安定感もある、いいパンツです。これはかわいいですね。かわいい丈感もいいですね。その丈感ね、しかもやっぱりそのタフタ生地っていうのがやっぱり高級生地なので、なんかこの本当に光沢感がすごく綺麗です。ね、うん、すごい綺麗、もうちょっと遠目から見てもキラキラしてる感じが、そう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 、でもなんかその
ちょっとさらっとした光沢感なんで、うん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 、このギラギラしてる感じじゃなくて、うん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 、なんかその本当に上品な光加減ですね、うんうん、すごい綺麗、綺麗です。でなんかこれだけ個性がありながらも上に、まあ、トリコの同じくこれは定番のシャツなんですけど合わせてもらってもいいですし、もう無地の T シャツとかでも全然様になるぐらいの、本当にすっごいいい、かわいい、かわいいパンツです。なんか同じ黒黒同士の合わせでも、うん、なんか生地感が違うんで、うん、かわいいです。全然どっちも負けない感じで、そう負けてない、かわいい、もうこれはあ欲しいなって思いました。はい、いいですね、楽ですしね、楽チンっていうのも楽です、楽です。こう、まあ、二重だし化繊なんですけど、そんなあのすごい暑いみたいなこともないので、うん、快適に過ごしてもらえると思います。ということで、はい、ということで、はい、ということです、はいはい、今回新作はこちらのニッカカタが入荷してきました、うん、はい、今から今期の春夏のアイテム1月から入荷して、たくさん入荷してきましたけど、まあ、そちらのすべてのアイテムの中から、うん、私たちが個人的に好きな3つのアイテムを使って今からコーディネートを紹介していこうと思います。はい、はい、でははい、わからんかった、わからんかった。はい、はい、では着替えてまいりました。はい、はい、ではちょっと私たちのおすすめというかお気に入りのアイテムを使ってコーディネートご提案していきます。はい、はい、えみさんが選んだのは、はい、はい、私が選んだのは見ての通りこのド派手な、はい、あの刺繍の、ブラウスになっております。こちらは、トリコスペシャルのラインになっていて、今期の中でもあのトリコのオリジナルの生地ということで、あのお客様もの反応すごい良かったブラウスなんですけども、これをサスペンダーのパンツに合わせてみました。このブラウスの形がこうちょっとスモックっぽいというか、うん、こう丸い感じなので、うん、私の中では結構いろんな取り入れ方をしてもいい、うん、あの形の一つだったので、今回はちょっとあえてのこのエレガントなこのブラウスにサスペンダーのこうね、ちょっとマニッシュなのを合わせてちょっと落ち着かせてみました。こんな感じで、でもできれば足元はちょっとヒールとか履いて、おー、なんか、かわいい、ね、なんか歩きたいなって思いながら実はこのブラウスは、うん、あのすごいもう届いた時からもう本当に心を奪われていて、結構お値段もするので、うん、わあどうしようって思ったんですけど、もし私が持っているならばこんな感じで着るだろうなって妄想しながらこんな感じになりましたので、うん、ぜひあのこれお持ちの方はこんな感じの着方もありかと思いますし、うん、あのあんまりまだ見られてなかった方もぜひおすすめなので、ぜひ、はい、なんかこういう着方なら自分でもできそうだなってなんか思いました。あ、本当ですか？なんかこのよかった、嬉しい。このブラウスかなり1枚でインパクトがあるので、うんうんうん、なんかこうボトム本当になんかデニムとかなんかこう無難に走りそう、うん、走りがちですけど、サスペンダーとか合わせても可愛いなって、うん、そうなんですよ。でこのブラウスのちょっと私的に難しかったところが、裾があのコクーンなんですよね。そうですよね。こうスッスッとしているので、うん、合わせるボトムのバランスがちょっと難しいかなと思うんですけど、うん、まあいいじゃやばねみたいな感じでもなんかすっきり着ててすごい可愛いです。はい、なんかここら辺が変にこうモコモコしてる感じもなくて、うん、そうなんですよ、うん、意外と生地感そんな分厚くないので、うん、ちょっとゆとりのあるゴムパンツとかなら大丈夫ですよ。はい、では続いては私です、はい、私がまあおすすめしたいのはこのスカートですね、うん、水玉模様のスカートです。はい、うん、これは私ももうずっと欲しくて欲しくて、うんうん、ずっと悩んでます。欲しい欲しいが聞こえてるな。そう悩んでて、まあ、まだ購入には至ってないんですけど、やっぱり今日履いて、うん、やっぱり可愛いと思いました。もう本当に可愛いです、うん、まあ、私の好きなポイントなんですけど、うん、やっぱりこの正面から見た時のこの雰囲気と、またこの後ろから見た時のこの雰囲気ですね。可愛い、はい、うん、この表
面は割とこうすっきりしてるんですけど、うん、後ろにこのフリルがついていて、うん、でまたちょっとアシンメトリーで、うん、ちょっと長さも短くなってたりとか、うん、はい、この表情がすごく可愛い。可愛い。この肌の見え始めるところですね、後ろの。もうここのバランスが本当にたまらない。綺麗ですよね。綺麗なんですよ。そう。いやー、可愛いですね。可愛いです。で、まあ、今日私はこの、またちょっと、このフリフリの可愛いブラウスを合わせています。これはジュープバイジャッキー。うんのブラウスですけど、ちょっとまあこの肌の透ける感じとかもすごい可愛いブラウスです。まあちょっとこうラブリーな感じですけど、うんうん、これを合わせて、うん、自分で選んで自分で着たんですけど、うんうん、自分の好みにドンピシャだなと、まあそれはそうなんですけど、いやなんか改めて、まあめちゃくちゃこの合わせすごい好きだなって思いました。うんうん、はい、可愛い感じです。うん、まあちょっと素材スカートの素材は。割と生地も厚手で、うん、なんかすごいまあ 軽やかな感じってわけじゃないので、うん、まあ、これからのシーズンは上はやっぱり軽めのものがいいかなと思いまして、うん、今日は透け感のあるものを選びました、うん、でやっぱりこのスカートの表情がただ単にこう足目でっていうデザインじゃなくて、うん、やっぱりこう360度どこから見てもすごい綺麗に作られてるのがもう本当にうっとりします、うん、うっとりしますね、まさしくその通り、はい、そう、どこから見ても可愛いんですよ。で、どこから見ても同じ表情じゃないっていうのが、うん、なんかいいですね、このスカートのやっぱ魅力だなと思いました。うん、タイヤさんらしいですし、あ、めちゃくちゃ好きなんだなこのスカートって思ったわけです。すごい好きです、欲しいんですよ、うんうん、どうしよう買っちゃおうかな、はい、そんな感じです、はい、で続いて2つ目のアイテム紹介していきます。はい、はい、では2つ目の、はいはい、お気に入りアイテムのコーディネートです。はいはい、まずじゃあ私なんですが、うん、私はこのブラウスです。はい、ちょっとたびたび前の動画とかでも多分、うん、このブラウスがもうすごく好きっていう話を多分してるんですけど、やっぱりこのブラウス可愛いです、うん、はい、すごく好きです、うん、で、まあ、このブラウスは一応こういうチャイナですね、チャイナボタンになってて、うん、まあ、本来はこうやって留めて、まあ、着るものなんですけど、うんうんうん、まあ、なんかまあこうやって着て、まあ、なんかシンプルなパンツだったりとか合わせてもまあ可愛いんですけど、うん、まあ、ちょっと面白い着方したいなと思って、まあ、今回はまあここ一番上だけ留めて中にオーバーオールを着ました、うん、はい、オーバーオールで、まあ、でさらにちょっと今回はオーバーオールの下はボーダー、うんうんうん、普段ちょっと柄と柄を合わせることはちょっと苦手なんですけど、あんまり見えないですね。チャレンジしてみました。まあちょっとしか見えないんで、これぐらいだったらいけるかなと思って、はい、です。まあ、ちょっとオーバーオールでこれ羽織ってるんで、ちょっとトイレ行くときは、うん、大変なんですけど、まあでもすごい可愛い、なんかこう羽織としても使える、うん、いいブラウスです、うん。ちょっとこの薄手の透け感もあったりとかして。うん、本当にすごく軽い感じなので、うん、夏場、今私も下はタンクトップなんです、うん、はい、その上から羽織るっていう感じでも可愛くなんか着れるんじゃないかなと思いました、うん、はい、いや、なんかこのちょっとワークウェアに、うん、なんか全部ボタン留めてるとすごい綺麗めな印象なんですけど、うん、こうやって崩すとこういったものにも合うんだなっていうのがすごい分かって、はい、これは私の中ではもうすごい斬新なコーディネートでした。ありがとうございます。おしゃれと思いました。いや、かわいいですね、やっぱりこのブラウスは、うん、いいですね、いいですね、はい、まあ、ちょっとモノトーンな感じで、うん、ちょっとカジュアルな感じで、うん、まあ、着てみたっていう感じですね、うん、はい、普通に着るのもかわいいですけどね、うん、だからこうどうせならいろんな着方で遊びたいなと思って、うん、はい、こういう着方もなんかありなんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私ですね、私は今ちょっと先ほどとはガラッと変わって、うん、ちょっとガーリーな切れ目な感じなんですけど、エステルリネンのチェック柄のフレアな、うん、こんなスカートになっております。これをちょっと取り入れてみました。私も普段だったらこういうフレアなスカートとかってあんまり普段履かないんですけど、うん、このチェック
ックでシックなあのもうトラウトが溢れている中にこの程よいフレア感としかもリネンが入っているっていうのが、うん、夏にしかもなんかチェックとかあんまり着ないと思うんですけど普段取り入れやすいいい生地だなと思っていて私だったらこれにもう好き好きのこれは鈴木貴之のオーガンジーのシャツなんですけど、うん、合わせてもうより可愛らしく合わしたいなと思ってこんな感じにしてみました。でも多分あえて足元とかはスニーカーとかで合わせてちょっと外して着るかなっていう感じで、でもこんななんか普段履かないし選ばないからこうすっごい魅力を感じたあのスカートだったので、これともう一個違う細いチェックがあってすっごい悩んだんですけど、うん、なんか気持ち的には弾けたい気分なのでこっちの大きいチェックに、もう一個の方はグレーンチェックなんで、うん、パッと見た感じはもうグレーみたいな感じですもんね。 あんまり柄がこっちの方が分かりやすい。そうなんですよ。なのでこれぐらい個性があったら上も T シャツでも、あとなんか、うん、今だったらちょっとまだ寒暖差あるので、うん、デニムジャケット羽織ったりとか、かわいいですね。また秋頃初めぐらいはレザージャケット羽織ったりとか、すっごい妄想をこれもあの繰り広げました。なんか合わせやすいスカートではありますよね。そうですね。なんかシンプルで、うん、本当に形も綺麗ですし、うん、すっごい綺麗、うん。そしてもうなんといってもこの歩いた時のそう生地が軽やかな感じ が、もうこれはね、履いて歩かないと、ね、なかなか伝わらないかもしれないんですけど夏場でもいいですね、うんうん、いいと思います、とっても、はいはい、では続いて3つ目いきます。はい、はい、では3つ目の、はいはい、私たちのお気に入りのアイテム、はい、使ったコーディネートです。はい、はい、ではジェミさんお願いします。はい、とうとう最後のコーディネートになりましたが、私はこの真っ赤なニットを選びました。うんうん、実はこれ後ろを向くとメッシュになってるんですよ。可愛いですね。スケスケです。なので後ろに、中にボーダーを合わせてちょっと中も楽しみつつ、うん、そしてこれは、サスペンダーのスカートなんですけど、うん、これは今年私が買ったマスノさんのスカートです。自前です自前です自前このニットは、ま、形がとっても綺麗なのですごくここ全体が刺繍が、あ、しかもここ河川とコットンの糸とか使われてたりするんですけど、なんか形はとっても綺麗なので個性はあるんですけど、合わせるものは結構困らないんですよ。なのでなんかやっぱりこう綺麗にまとめるのは面白くないなと思って、サスペンダーのスカートをちょっとショルダーを下ろしてフレアな感じで私なら着たいなと思いながら、結構これが元気の出る色なので確かに下はちょっと落ち着いた色味で着るのがバランスいいかなと思いながら、まだ白との合わせは可愛いですね、やっぱり、ね、可愛いですよね、うん、そうなんです。でもやっぱりこう後ろと前で見た時で印象がまた全然違うので、うん、これは多分冬とかも多分、うん、中に暖かいものとか着て、うん、着たいなって思うようなとても素敵なニットでした。可愛いですよね。これ可愛いですよね。本当元気が出ます、うん。素敵なニットです。そんな感じを合わせてみました。はい、でもやっぱ中にボーダー入れるとかっていうのが可愛いですね。うん、そうですね。あえて見せる前提で、前提でなんかそこに面白いものを持ってくるっていうのは、はい、うん、可愛いですね、はい。はい。こういう遊びがあるのはやっぱならではかなと、うん、確か思います、はい。はい。私はこちらのブラウスです。はい。うん、はい、ちょっと赤ということで、うん、私も赤で合わせましたが、はい、これは面白くて、このブラウスは実は、うん、トリコっていう文字、うんうん、アルファベットが並んでます、うんうん、で表はこういう文字が書いてあるプリントなんですけど、うん、後ろが、うん、はい、ストライプです、うん、ピンクのストライプです、うんうん、はい、うん、これもまた前とまた後ろで全然デザインが違って、うん、すごく表情があります、はいはい、でここにフリフリと、うん、はフリフリとリボンがついてるので、うん、これも、ま、これもですね、うん、やっぱ見るよりも
着た時のやっぱすごく綺麗なんですよね。形がとても綺麗なので、うん、やっぱ着た方がこの良さが分かるというか、うん、パッと見るよりもやっぱり着た時のこのシルエットとかがすごくすごく綺麗です。綺麗、はい、なので、まあボトムに、まあ、綺麗めのパンツとか持って着たら、うん、まあまあなんか間違いないというか、うん、まあ、綺麗にまとまるかなと思ったんですけど、うん、まあ、あえて今回はちょっとカジュアルっぽいパンツを合わせたいなと思いまして、うん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 、このリネンの、はいはい、麻のパンツですねをアンティパストの麻のパンツを合わせました、はいはい、やっぱりシルエットは私はもう個人的にやっぱりシルエットはなんかこう綺麗なシルエットが好きなんですよね。わかる、わかる。やっぱこういうシルエットが好きなんで、うん、まあちょっと、うん、パッと見た感じシルエットは綺麗めな感じ、うん、でも素材感はまあ全然あの違う、この朝のナチュラルな雰囲気の素材と、うん、またその色味をあえて合わせております、うん、はい、なんかこのフリルからのこのウエストのニュアンスからのストーンと落ちるバランスはもう横から見ててもすっごい綺麗です。すっごい可愛いですけど、はい、うん、これね綺麗なんですよね、うん、はい、そしてやっぱり私はこのブラウスもすごい気になってる、うん気になってるものだらけ。これ可愛いんですよね。可愛いです。はい。なんかこのトリコって書いてあるのもまた可愛いなと。ね、うん。でなんかこの色味ですね、うん。なんかこの赤とピンクと白っていう濁りのないすごい綺麗なカラーの配色っていうのもなんかすごく素敵で。うん、はい。そうですよね、はい、一見こうパッと目は引くんですけど、でもシャツ自体の形は本当に綺麗なので。うん、やっぱそれが着た時にきちんとこう着てる人にハマる安心感があって、うん、そう、ハマってるなって、うん、ハマ自分で言うのはあれですけどハマってるなって思います。テイさんはそういうのをこう目利きするのがすごい上手だと思うんですよ。目利きできてるんですか、ね、わからないですけど本当にあの綺麗です。ブラウス系は本当に素敵です、うん、はい、では、はい、今回はこんな感じで、うん、まあ、ちょっと最後のデリバリーのまあ商品 と、うん、今期のアイテムの中から自分たちが好きなアイテムをピックアップしてコーディネートを提案していきました、はい、こちら商品の方は全てあのオンラインショップに掲載しております、うん、概要欄に URL が貼ってあるので気になる商品があればぜひそちらをご覧ください、はい、ちょっとトリコはカートに入れるっていうことができないんですけど、うん、あのお問い合わせいただけたらあの通販も大丈夫です、はい、あれですもんね、多分直営店さんとかは閉まってったりするところも多分多いと思うんですけど、うん、はい、通販はあのやってますので、はい、ぜひ気になるものがあればお問い合わせをください、うん、はいはい、こんなご時世ですけどやっぱり今こんな時だからこそなんか本当に欲しいものをが今はこう見抜けるというか、うん、ちょっと心に余裕があるとやっぱりちょっと安いからついでに買っちゃおうとかってなったりとか、冷静にならずに結構その時の一時の感情だけで買っちゃったりとかっていうこともあると思うんですけど、まあ、今こういう時は逆になんか冷静になって本当に欲しいって思うものを選ぶことがなんかできるかなと思うので、うん、多分今欲しいものとか、うん、今本当に心から欲しいと思ってるものは、うん、なんかこれから先、うん、もう多分すごく大切に生きていけるアイテムなんじゃないかなと思います、うん、なんかそんな洋服に皆さんに出会ってもらえたらすごく嬉しいです、うん、はい、本当に嬉しいです、うん、なのでぜひ気になるものがあったらちょっとよかったら見てみてください、うん、はい、では、はい、チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。はい、お願いします。では以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。